はいどうも。尖閣湾の海中透視船からの景色を満喫した我々は、次なる目的地へ向かいました。北沢浮遊船工場です。船工場の廃墟が観光スポットになって、夜にはライトアップされているようですね。続いて訪れたのは、あの有名な佐渡金山です。佐渡金山内部に入って、佐渡金山内部の様子を紹介いたします。それではご覧ください。はい、今回の動画はここら辺で終わりです。ご視聴ありがとうございました。では。